はい、皆様おはようございます。8月の定例記者会見ということであります。どうぞよろしくお願い申し上げます。先ほど今副市長からも紹介がありましたけれども、コーニングにですね、高校生と、一部中学生も入ってますけれども、訪問団が旅立ったということで、これから掛川駅からですね出発するということで、出発式を行ったところで、ございます。今日はトピックの中に友人に行ってきたっていう、ちょっとコーニングと友人っていうこんがらがるかもしれませんが、友人の報告も含まれているということでございます。今日私からお話しする案件は3点、ごめんなさい4点でありまして、1点目がその友人への帰国報告、それから2点目が、掛川茶フェアトレードのアンケート調査というかですね、結果の報告、それから3点目が報徳芋小路農学塾という、新たな地域クラブの設立についての報告、から4点目が、8月議会が8月30日から開会するわけでありますが、その議会に上程する補正予算ということで、補正予算別の日にやろうかと当初考えてたんですけども、今日ちょっと一緒にやらせてもらうことにしましたので、よろしくお願いしたいと思います。それでは始めさせていただきます。ちなみに今日はお茶の報告があるので、お茶のポロシャツということで私はさせていただいています。ちょっとみんな揃ってないかもしれませんが、よろしくお願いします。まずですね、本題に入ります前に、掛け西のことについてちょっと触れさせていただきたいなというふうに思うわけでございます。ご案内の通りでありますけれども、26年ぶりの出場、そして60年ぶりの甲子園、夏の甲子園1勝ということで、ありました。ちょうどですね、土曜日の日に掛け西の同窓会がございます。ちょうどこのぐらいの時期にいつもやってるんですけども、大石監督も姿を見せて、くださいまして、いろいろ話を伺ったところで、あります。で、監督も言ってたんですけれども、やっぱり私も県大会から、県大会の初戦ですね、掛川球場での、初戦から見ていて、最初の頃はちょっと本当に今年大丈夫かなっていうふうに、やや不安を覚えるような試合運びだったんですけれども、一戦ごとに選手がたくましく成長していったというふうなこと、これは監督も言ってましたけれども、その成長度合いにですね、非常に驚いたというふうなことであります。それから甲子園後というかですね、終了後に山下主将が語ったところによると、甲子園というのは最高の通過点だよというふうなことを言っていたということでありまして、もちろんそれが目標ではあったとは思いますけれども、そこから先に多分選手たちはいろいろな道に向かって進んでいく、大魔神という増井君は弁護士を目指したりするという話もですね、伺ったところでありますけれども、まさに文武両道をですね、体現されていく掛け西なのかなというふうに思います。で、同時にですね、今回もちろん選手たちの活躍があったわけですけれども、それに伴って大応援団の、話っていうのが随分と話題になりました。私どもの知ってる数字というかで いきますと、1回戦2回戦両方ありますが、1回戦2800席アルプス席、それから2回戦も2600席というふうなことで、相当な数の応援団が行っているということで、日本航空や岡山学芸館を大幅に上回るようなですね、大応援団ということでありまして、JR の応援ツアーを学校の方で手配をしてやってるわけでありますが、1回戦では、バスが46台で行ってるっていう、ちょっとこの令和の時代にはなかなか信じられないような大応援団でありますけども、そのこと自体がやはり、いろんなニュースとかですね、評判を呼んでですね、掛け西の応援のこの声の大きさがすごいとかですね、テレビ越しでも聞こえるよとか、地響きのようだみたいな、応援だけで見れば日本一だみたいな、話とかですね、さまざまいただいているところでございます。私はご存知通り甲子園に行けずに現地でパブリックビューイング見てたわけですが、パブリックビューイングについても、1回戦も2回戦も大体200人ぐらいずつ来ていて、で小学生の子どもたちも一緒に応援してたもんですから、彼らもこの掛け西の活躍を見て、将来掛け西に入ってね、甲子園に行きたいよっていうふうな、ことも語ってくれましたので、本当にそういうふうに期待が持てるものなのかなというふうに思います。実際
2年生もかなり、今チームには残ってますので、もう秋季大会が始まっているようでありますが、この次の選抜、それから来年についてもまだ期待できる状況は続くのかなというふうに思っているところであります。なおですね、また改めてリリースは出しますが、掛川西高校野球部が市役所に、出場報告というかですね、甲子園の報告に来てくれます。来週8月26日、10時、からということで調整がついているので、また改めてご案内、ちょっとかあの場所がですね確定してないんですけれども、市役所内のどこかでありますが、予定しておいていただければと思います。来週の月曜日の10時ということですね。はい、よろしくお願いいたします。それでは本題の方に移ります。1点目、友人誌の訪問報告ということでございます。こちらにつきましては、日程は8月3日から9日までということで、私を団長とする9名の訪問団で行ってきたところでございます。こちらの内容については事前にはもうお話をしてやりますが、市長が団長として行くのは9年ぶりとかだったかなというふうに思いますが、そのような形で無事に行ってまいりました。おさらいになりますが、友人誌との姉妹都市連携については45年の歴史がございます。昭和54年1979年からというふうなことでございます。で、あちらでの何をしてきたかということを今からお話をさせていただきます。いろんなところをご案内いただいたわけでありますが、そのうちの一つがこのオレゴン大学のヘイワードフィールドというふうな場所ですね。世界陸上とかをやるような非常に大きなですね、陸上競技場、オレゴン大学の中にあるんですけれども、そういったような会場になります。ですから友人誌自体がこの陸上の聖地とかですね、トラックタウンというふうな言われ方をするというふうなことでありまして、とりわけ2年前の7月に、初のアメリカでは初の世界陸上をやったというふうなことでありまして、このフィールド自体なかなか現地の人もね、入れないような場所らしいんですけれども、そちらの方に、この左側の写真のピンク色のシャツが、これオレゴンの、T シャツを私着用しているのがこのピンク色が私なんですけど、その隣にいる真ん中に写っている方が、友人の市長さんですね、ルーシー・ビニス市長というふうなことで、市長とともに、見学をさせていただきました。その他の訪問先というふうなことでありまして、これは友人誌の商工会議所において掛川茶についての、ご紹介とか、プレゼンテーション、そして、飲み比べをですね、こちらの方で用意をいたしまして、深蒸し茶、ほうじ茶、和紅茶、また冷茶も用意をいたしまして、味わっていただいたというふうなことであります。お茶に加えて、こちらで高校生とコラボして作ったレモンまんじゅう等も提供させてもらってですね、和やかな雰囲気の中で、お話をさせていただきました。お茶のこの何て言うんでしょう、アメリカ国内での、受け止め方というかですね、そういったところだとか、期待するところとか、いろいろなことをですね、お話をさせていただいたというふうなことです。また友人にはですね、ヨギティさんっていう、ヨギティ YOGI ですけども、ヨギティとい うハーブティーとかですね、いろいろなお茶の会社がありまして、そちらの方も2名ほどこの、商工会議所との意見交換会に同席してくださっていましたので、ヨギティさんとの意見交換というかですね、お茶の調達先になりうるかみたいな話も含めちょっと、させてもらったところであります。それから友人誌の市長表敬訪問、また友人市議会の訪問ということでありまして、左側の写真が先ほども出てましたがルーシー・ビニス市長、女性の市長ですね。それから、議長、こちら側も山本雄三市議会議長が言ってるわけですけれども、あちらのマット・キーティング議長っていうのが、この右の写真ですね、青いスーツの、方があちらの議長さんになるわけですけれども、このような形で、訪問させていただきました。そして、ビニス市長とともにですね、
新たな姉妹都市の宣言書の方へ署名を行いました。まあ、もう姉妹都市になってますので、なんていうか、ものすごい新しい内容というわけではないとは思いますが、まあ、これまでちょっと一旦コロナとかで、途絶えたというかですね、ストップしていた交流がまた再開してですね、今までの交流を確認するとともに、まあ、引き続き、こういう交流を永続的に行っていきたいよというふうなことで、それを確認するような宣言書の方を署名させてもらったところであります。ごめんなさい、宣言書の方がこちらにありますので、後ほどご覧いただければと思います。これ現物になります。はい、その他の訪問先ということでありますが、友人市の図書館、ファーマーズマーケット、それから、まあ、友人市長市の市役所というか市庁舎はちょうど新しくなったところで、なんて言うんでしょう、水と電気の会社、まあ、公営企業みたいなのあるんですけども、そちらの会社の場所を、購入して、そちらに新たに入居したばかりというふうなね、入居してまだ 2,3 ヶ月というふうなことでありましたが、友人市の新しい庁舎、それから、ホルトセンターといういろいろな演劇とかですね、をやれるような立派な施設に行きました。とりわけ図書館が、まあ、一番上の写真にありますが、図書館が結構印象的でありまして、まあ、日本の図書館、掛川の図書館も含め日本の図書館のように、まあ、静かに、してくださいというよりはですね、まあ、子どもを中心に、まあ、なんて言うんでしょう、少し、音を出してもいいよ、声を出してもいいよというふうな形で、多くの方が楽しめるようなコンテンツが、準備されていました。それから貸し出し品っていうのは本の他に貸し出せるものがいろいろあるようでして、ミシンとかですね、ゲームとか、なんかバーベキューに使う何かグッズとか、そういうものまでこの図書館で貸し出しているっていうふうなことで、ちょっとまあ日本とは事情は異なりますが、まあ、そういうふうな、なんて言うんでしょう、そのコミュニティセンター的な要素というか、そういうものもですね、兼ね備えているのかなっていうふうに、思いました。掛川のコーナーとかね、日本の本とか漫画もたくさんありましたし、そういったものも姉妹都市であるということで充実している印象を受けました。それからですね、友人市の後に、まあ、経由地っていうかですね、でありますシアトルにですね、も訪問したところであります。まあ、シアトルっていうのは、まあ、友人市って17万人ぐらいの人口規模のところなんですけれども、シアトルは7、80万人の、まあ、大都市でありまして、いわゆるまあ、スタバの発祥地でもありますし、またアマゾン、グーグル、マイクロソフトの本拠地でもありますね。シアトルの訪問させていただきまして、そちらでそれこそ今度来年の3月に掛川市内の高校生たちをこの友人の方に、まあ、今朝コーニングに送ったように友人の方にも、訪問団をですね、派遣する予定なんですけれども、その友人への、派遣される高校生たちが事前に研修をすることになるであろう、語学学校とかですね、あるいは日本のお茶を現地で、頑張ってやっている会社をですね、事前に訪問させてもらって、この将来的にその高校生たちが、訪問する、まあ、調整というかですね、事前の下見をですね、させてもらったというふうなことであります。したがって、この左の2枚の写真がその語学学校、エドモンズカレッジとシアトルカレッジ、それから、右の写真が杉本ティーカンパニーって、まあ、杉本製茶さん、島田にある杉本製茶さんのシアトルの、まあ、支社的な扱いになるんですが、もう10年以上こちらの現地で、日本のお茶を販売しているというふうなところでありましたので、そういったところからアメリカのマーケットというかですね、そういった実情も伺ったところであります。はい、というふうなことで、まあ、充実した訪問で、ね、まあ、事故もなくですね、行ってこられたのかなというふうに思っているところであります。で、ここから先は今後の日程ということになるわけなんですが、先ほど申し上げました通り、中高生を友人市に派遣いたします。それが来年の3月下旬を予定しておりますが、こちらの訪問団の募集についても、
候補12月号等で、まあ、年内に募集をするというふうな形になります。それから、まあ、ついでというかその他の国際交流事業ということでありまして、この上に書いてあるのが韓国のテグハニ大学がまたいらっしゃいますので、今月末8月29日にお迎えするということでありますし、またコーニング氏については、まあ、先ほど送り出したところなんですが、帰国報告会が9月28日に行われますよというふうなことであります。以上1点目のトピックについては以上です。続きまして2点目のトピックに移らせていただきます。掛け合わせフェアトレードの取り組み状況ということであります。まずまあおさらいになりますけれども、今シーズン今期の一番茶の状況ということでありまして、平均価格が過去最低という非常に厳しい取引状況なのかなというふうに象徴しています。まあ、その要因といたしましては、4月の高温気温が高くなったことによりまして、目が一斉に伸びたということで一気に進行いたしまして、一斉に適債するというふうな形になりました。そのことによって、流通量が一気に増加をしましたので、まあ、品質の維持にも苦労したというふうなことで、結果的に価格が下落したのではないかというふうに分析がなされております。まあ、いずれにしても今シーズン非常に厳しい状況であるというのが背景にございます。そのような中で、一番地におけます掛け合わせフェアトレードを行ってみましたので、今回生産者さんそれから茶商者にアンケート調査を行ったところであります。生産者については34件、茶商者については22社、まあ、フェアトレード宣言をした組っていうのは組数っていうのは127組になるわけですけれども、このような方々にアンケート調査を実施しました。まずですね、聞いた内容が一番茶におきましてフェアトレードを実施しましたかっていうふうなことです。実施したのが38件、まあ、これ母数は127件になりますが、38件ということで約3割におきましてフェアトレードを実施した、逆に言ったら7割が実施をしていないということであります。まあ、実際には宣言をしたものの、フェアトレードを行った取引については3割にとどまったということでありまして、まあ、その理由の分析については後ほどお話をいたします。で、まあ、その3割の中で、フェアトレードを実施した、まあ、感想、まあ、そして良かった点についてここに整理をさせていただきました。良かった点につきましては、今年のような相場の中で、まあ、非常に効果的だったのではないか、それから生産者さんから見れば、買ってもらえる安心感があって、生産とか製造に集中できたよ、それから目指す品質や価格が見える化することによって生産者のモチベーションが上がったよ、また想定通りの数量品質単価で取引ができたというふうな感想がありました。まあ、このフェアトレードの取り組みをなかなか具体的な数字等で示すのは難しいようにも思いますが、この取り組み内容については一定の効果があったんじゃないかなというふうに思っています。で、ここで先ほどの、まあ、一番茶を実施したのが3割にとどまったという部分なんですが、では一番茶でフェアトレードを実施しなかった理由は何ですかというふうなことで聞いたところです。で、これやっぱり回答が多かったのは準備期間が不足をしていましたというふうなことで、ちょっと今回は、間に合いませんでしたというのが、まあ、63件ということで一番最多の理由の回答がありました。まあ、それから、使用等について決めることができなかったというのも30件、あります。まあ、2番茶以降でやりますよといったところもありました。
それから見本を見なければ品質がわからない。これまあ車掌サイドだと思いますけれども、また品質重視の仕入れになるため、まあ、見送った等の意見もあったところであります。そこで、まあ、今シーズン初めて、ね、こういった掛け合わせフェアトレードを実施したわけでありますが、まあ、今後の改善点、まあ、多分来年以降もやっていくと思いますので、改善点についてちょっとまとめてみました。まず制度面につきましては、使用の周知が決めた方がわからないといった声がありましたので、事前に周知をし、またそういった理解不足を、まあ、補うようなですね、ものが必要かなというふうに思っています。それから2点目に精神面というふうに書いてありますが、車掌サイドからするとこれまでの取引慣行というか商取引を変えるのがやっぱり抵抗感があるというふうなことでありますので、そういったものの抵抗感の払拭が必要ではないかというふうに思っています。それから時間面にいたしましては、まあ、準備期間は短かったという回答がありましたので、話し合いを行ったりとかですね、そういったことをじっくりとやっていく必要があるのかなというふうに思っています。今後次年度の取引に向けて、まあ、今後やっていくことをまとめました。掛け合わせフェアトレードによる取引の拡大に向けてということですけれども、まあ、事例をいい事例をですね共有すること、それから、取り組みやすい環境づくりということでありまして、説明会の開催とか、マッチング機会、マッチング期間の設定、使用を決める様式等の例示ということでありますが、まあ、これこのフェアトレードの中身っていうのは煎茶だけじゃなくて被覆茶とか碾茶、抹茶の原料になる碾茶も扱っているところなんですが、被覆茶碾茶は高価格、比較的高価格で取引されていますので、そういったものをを事前に売り先とか価格を決めることで取り組みやすくなるというふうなこともあろうかと思っております。したがって被覆とか碾茶の生産体制の構築方法の検討というふうなこと、それからこの掛川茶フェアトレードの認証制度、まあ、これは以前からお話してますが、認証して、そしてそれを何かこうロゴマークとかね、そういったものを表示するみたいなことも検討されていますが、そういったことも含めですね、検討会を開催し、この掛け合わせフェアトレード制度のブラッシュアップ制度の改善をね図っていく必要があるかなというふうに思っております。以上が掛け合わせフェアトレードの報告ということになります。続きまして、3点目に移らせていただきます。新たな地域クラブ法徳芋小路農学塾野菜クラブが発足したことの報告です。この農業クラブにつきましては、まあ、コンセプト的には自分で食べる野菜は自分で作るということでありまして、まあ、野菜を作る過程で、家族との絆が深まったり、まあ、自給率アップみたいなこともあるかと思いますが、まあ、同時にですね、地域クラブっていうことでありますので、まあ、スポーツとかね、習い事っていうのはなんとなくこう地域クラブっていうのは多いと思うんですけども、それをやっていない子どもにつきましても、放課後の居場所になりうるというふうなことかなというふうに思います。で、この農学塾野菜クラブでありますが、まあ、私どもの教育委員会が調べた限りでは、市公認の農業クラブとしては全国で初めてじゃないかなというふうに思っているところで、あります。まあ、なかなか珍しいですね、このようなクラブがというふうなことであると思います。で、活動期間といたしましては、9月から11月そして4月から6月を予定し、活動場所については今のところ西山口小と大浜中学校を、まあ、厳密にはその周辺ということになりますけれども、予定しているところであります。対象については、まあ、地域クラブ中学生が対象のクラブが多いんですけれども、これについては、小学生、小学4から6年生、
に加えて中学生というふうになっています。まあ、一応小学校の低学年についてもですね、可能ですというふうになっております。またこのクラブにつきましては、指導者が増えていけばですね、あるいはその場所の確保ができれば、まあ、現在この2箇所を予定してますけれども、活動場所の拡大についても考えているところです。で、名前に報徳というふうな名前もついておりますので、この農業を通して、まあ、報徳思想、石昌偉大である、まあ、コツコツとねやることによって、作物が取れるよっていうふうなことだとか、そういったことも理念に取り入れておりますし、報徳者の和紙山康彦先生に、まあ、幹事というかですね、監修もしていただいているというふうなことであります。この農学塾でありますが、学校から直接通えるという点、それから収穫した野菜を、まあ、食べたりするのももちろんですが、販売というところまでですね、やってみたいなというふうに考えているところでありまして、そういったことが、まあ、食育であると同時に、まあ、商業というか、そういったことの学習にもつながるかなというふうに思っています。ということで、まあ、以上がその、今回設立された農学塾野菜クラブの説明ですが、まあ、それ以外にもここから先は少し、周辺のついでの説明ということになりますが、まあ、他にもですね、和文化クラブ茶道とか、将棋クラブ、それからハンドメイドのクラブ等々の文化系のクラブも、まあ、次々と発足しているところであります。その地域クラブの全体像といたしましては、すでに38の公認地域クラブが発足をしておりまして、徐々にこのクラブ数が増えていっているところであります。掛川市のこの地域クラブは、まあ、先行してね予想より進んでいるというふうに承知してますけれども、このクラブ数の38というものもですね、県内の他の自治体よりは多いのかなというふうに思っています。この資料のスライドの右下にですね、中園ガールズっていう女子野球のですね、まあ、クラブが発足したと、そして、彼女たちが県大会で優勝して、全国大会出場するよっていう報告に来てくれた時の写真がですね、掲載されておりますけれども、このような形で、クラブ発足してすぐにこう活躍しているような、まあ、子たちというかですね、そういうふうな子たちもいるよというふうなことであります。この女子野球だけじゃなくてですね、まあ、柔道等でも、個人で県大会2位になって東海大会に出るよといったような話もあったりというふうなことで、まあ、それぞれにおきまして、活躍をされているところであります。この掛川市の地域公認部活地域クラブの取り組みでありますが、まあ、これは参考資料でありますが、2年後令和8年の8月には平日休日を問わず部活動を廃止し、地域クラブに移行をするというふうなことを私ども目指しておりますので、それに向けて着実にですね、まあ、新たなクラブの設立を含め今進んでいっているところであります。地域クラブについてのトピックは以上になります。はい、でここまでが通常の8月の記者会見ということになるわけですが、すいません、続けさせていただいてですね、補正予算の、説明についても合わせてさせていただきたいと思います。ごめんなさい、スライドがありませんので、資料の方の 1-4 をご覧ください。資料の 1-4 です。でこちらですね、先ほど申し上げた通り8月30日開会の議会に提出するものであります。でそして今週の22日に議会運営委員会議運がありますので、
大変恐縮でありますが、この補正予算については、議会運営委員会終了後の解禁ということで、お願いしたいというふうに思っています。では、説明の中身に入ります。で、この補正予算は、2本立てになっておりまして、いわゆる、選議というんですが、早期に議決をお願いしたいという第3号の補正予算、それから、通常の補正予算の第4号というふうなことで、2本立てになっております。で、まず3号の方からお話をさせていただきます。3号の補正予算の内容的にはですね、災害復旧対応、それから新型コロナウイルスのワクチンの関係というふうなことになります。この災害復旧の中身なんですが、6月28日とそれから7月16日のどちらも大雨ですけれども、そちらの2つの災害の各種の災害復旧の予算というふうになっています。これが丸1。それからワクチンの方ですけれども、10月1日から開始を予定しております65歳以上の方、それから60から64歳までの方の重症化リスクの高い方へのワクチンの定期接種費用、これが2億200万円ということになります。で、それらの合計ということでありまして、この第3号の補正予算規模は括弧1の丸1ですけれども、3億3746万2000円、補正後予算額は571億1000万ということになります。以上が、ざっくりした説明ですが、第3号の内容になります。続きまして、ページをお送りいただきまして、第4号の、2番の方をご覧ください。こちらの予算の概要でありますが、まず丸1、タマリーナの空調整備事業ということで5800万。もともと今タマリーナについては令和7年末のオープンを予定している屋内遊び場の改修事業というのものをですね、すでに進めているというふうなことで、こちらに合わせてですね、空調整備についても、一緒に、空調整備自体を前倒ししてですね、この屋内遊び場のオープンに合わせて、やることにしましたということで、空調整備を行うものです。それから丸2番、適正なごみ処理啓発費っていう名前になってますが、これも以前お話ししたかと思いますが使用済み紙おむつの再資源化実証事業が、この度めでたく静岡県の事業に採択をされました。県西部では格安のみと聞いています。で、これに伴いまして、この事業費が若干増額して、またこの額が確定しましたので、増額補正するものです。増額の金額は43万8千円というふうなことであります。以上丸1丸2を合わせまして、補正予算の規模につきましては、補正予算額5793万6千円の増、補正後の予算額は571億6800万というふうなことになります。その他、3番で特別会計の補正等もありますけれども、私からの説明は省略させていただきます。ほとんどが令和5年度の決算に伴う補正ということになります。以上、私からの説明とさせていただきました。どうもありがとうございました。